かったんだけど、鬼か。ちょっと待って、太郎、鬼かを、多分 VC 切り忘れてて、あ、鬼だ。7番です。なんで？ちょっと待ってくれ、頼むから。それでインポサタ来てくれ。ほんとかよ。くれたサポタはルル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 ルあ、ない。じゃあリアン君もやられるよ。リアン絶対殺すなよ、マジで。本当に絶対君みたいになってんだよ。やめろやめろって。リアンは絶対殺されないよ、絶対に。やられなかった。俺がインポスターじゃん。鬼になりたい、鬼になりたい、鬼になりたい、お願いお願い。鬼だって殺さないでしょ。10歳の子にそれを求めるのはかわいそうでしょ。殺せないんだよ。こっちの身にもなれよ。頑張ってたなぁ。ということで、ファッセンジャーということで、インポスターじゃない。勝ったんだけど、鬼か。分かんない。めっちゃ、ちょっと待って、太郎、鬼かって聞こえてきて。はいはい、太郎くん釣りまーす。はい、太郎くん、今、分かんないけど、鬼かって言ったよね。言ったよね。今、言ったよね。間違いなく、言いましたよね。俺の聞き間違いじゃなければ、これ、なしにしようかな。これで釣るの10歳の子、かわいそう。聞いたんですよね。おかしいよね。ここで殺すのはやばいよ、普通に。これ分からんくなるね、誰が殺したとか。はい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 。ここでこの4人は何もやってないよってのを証明するためにすぐ押すか。あ、太郎くん。マジ怖い。マジで怖い。生きてるじゃん。あ、生きてる、生きてる。あ、誰だ？キメコさんだ。キメコさん死んでる。違う違う違う。リミ先輩、リミ先輩ね。見てません、見てません、見てません。なんで押したかって言いますと、うん、僕とリアンがフュージョンしてたんですよ。はいはいはい、はい、そう。フュージョンした瞬間にペンギンに進化したんですよ。はい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 。なので、そこにいた連中の誰かが人狼です。でもこれリアンが人狼ということもある。リアンがワンチャンあるかなって思う。まあ、でも死んでないしね、リアン。あんだけ振りがあったのに。いや待って待って待って、これは俺死ぬやつよ。これまた死ぬやつだって、これやだよ。振られて死ぬやん。どこで死んでたんですか。いや、死んでる場所はわからないやつ、ね。あ、緊急装置、緊急装置。そう、ボタンで。リミ先輩の場所はどこなの、ちなみに。あ、なんか最後の目撃情報、目撃情報。見てないな。俺、シャウトさんとレイ君といたわ。そうっすね。多分やれなかった。じゃあ結構、俺ずっとロビーにいた。一番最初からロビーにいるの俺。とりあえずスキップ。わかんないっすね。俺ごめん、すごい情報を最後に落とすんだけど、俺誰とは言わないんだけど、多分 VC 切り忘れてて、あ、鬼だ。ですよね、うん、あ、誰とは言わない。チョッパ誰とは言っちゃダメ、絶対。あ、わかりました。鬼じゃないです。鬼じゃないです。誰とは言ってないよ、太郎くん。誰とは言ってないからね。めっちゃ空耳かなって思いました。俺、今聞こえたよね。そういうことか。じゃあ、鬼じゃないです。鬼じゃないです。鬼じゃないです。鬼じゃない。オッケーオッケー。乗客ね。オッケーオッケー。なんでこれに入れてんの。いや、もうそんなリアンは生きててほしい。俺はもう太郎さんが釣りだってしょうがないんだ。リアンは僕が守る。やっぱり他の人も聞こえとったよな。ってことはどうやね、やっぱりね。オッケーオッケーオッケー。もう名前出さんかったのに、せっかく。あ、これは一番まずい。俺は殺されんの、レイ君でいいよ。もうレイ君殺しな。俺は殺すな、もう。俺マジで写真あさっとったら死んだとか、もうクソみたいな死に方しかしてない、今日。レイ君がタスクをやっている。セキュリティ行きたくね、こっち。あ、チョッパーと、ショージ。あ、リアンだ。リアンとショージだ、これ。で、ここで俺が何かをすると怪しまれちゃう。あ、チョッパーが来た。なんかやっぱ、でもチョッパーも私も聞こえましたとか言っとったから、多分違うと思うよね。太郎ともう一人。いや、太郎に勝たせたいけどな。10歳の子を勝たすか。はい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 。はい、とりあえず誰か死んでないかな。シアターで2番が誰か死んでた。2番が死んでる。シアターで2番さんが死んでた。シアター殺されやすいの。これ2番誰。シアターさんだ。
ちゃう。シャウトさん？そうなると、うん、リアン、僕、アナイ、チョッパーはアリバイがあり、うん、まあそうだね、うん、そうだね。みんな一緒だった。うん、そうですね。え、それってシアターの中？外？太郎くん、あの中で、俺はもうロッカーの中で、あの僕犯人知ってます。お、え、誰？誰？の、もう入れてる。犯人はこの中で喋ってない人間だ。ってことは、誰？黄色いやつ。黄色いひよこちゃん。わかった？確かに一言も話してない。え、ちょっと待って、ちょっと待って。多分でもさっきあのシアターでなんだっけ、あの一応言っとくと、うん、シアターのあの入り口ぐらいだよね、死んでたの。あで死んでて、あのキメコさん前に立ってました。えでもで太郎くん一緒にいたよね。そっからテレポートしてるんで、いやあのキメちゃんってことか。いやでもちょっと僕は一応その真ん中の向かったよ、ロビーに、この推しにだからテレポートしちゃったから見つけたけど。ちょっと待って、ちょっとキメちゃんの言い分聞いていい？普通にちょっとキメちゃんの言い分聞きたい。テレポートした時さ、シアターで太郎くんといたよね、私。あ、太郎といた。じゃあまあだからそういうことだよね。嘘でしょ、見たでしょ。見ましたよ。キメちゃん太郎かな、どうなの。いやいや違います、その線かな。太郎は違います、太郎は違います。キメ子さんはわからない。じゃあ入れるね。10歳の身内切りかこれ。10歳の身内切りはちょっとパワーワードだな。まあ、でも俺身内切りされてたからな、太郎くんに一旦。そうなんだよ、なってたんだよな。まあね、確かにしてたね。まあレイくんが見てるんだもんね、ちゃんとね。うん、うん、まあまあそれは大事だ。でも誰とは言わないけど、あ、鬼だって。うん、誰とは言わないよ。まあ、誰とは言わないけど、聞こえた。太郎は鬼じゃないですよ。太郎は鬼じゃないですよ。いやでもその声のトーンは鬼じゃないよな、マジでマジで鬼じゃない。あ、じゃあ太郎くんに殺されてあげよっか、おじさんは。はい、パパ活おいでっていう妹がさないからね。太郎に殺されに行こう。ユコさんが有利だからね。太郎どこいる？あ、これ固まんなくていいけど、もう、あ、庄司も殺されに行ってない？庄司も殺されに行ってない？おお、ここに2人おるね。太郎くんに、太郎どこ？レイくんと少女やね、今。あ、ちょっぱ。違う。もう 100% 太郎やと思っとるんやけど。100% ね。太郎がいない。太郎を探せ。鬼を探しに行く。逆パターン。タスクはしない。どこだ？やつがいない。お、タスク妨害。個室に持ってって、セキュリティルームかどっかに持ってって、殺されに行こう。みんな死ぬ現場を見せてあげよう。ここにおるもんな。2人で固まんの禁止やっちゅうね。とりあえず画面暗いから解除して、あ、9番。太郎と2人にさせてくれ。ここでは多分殺されないから、多分出てくる。五条悟出てくる。俺を殺してくれよ。太郎、固まらず。いや、殺させてあげるか。見ずに。レイ君。レイ君も違うから。どうする？これでさ、さっきセキュリティルームに少子といたじゃん。少子が死んでたらどうする？少子死んでないかな。死んでたらクソもねえんだけど。あれ、誰も死んでない？太郎君、疑われすぎ、多分キルできないんで、これ。だから。諦めて殺しましょう、太郎君はもうここで。7番です。なんで？でも一回さ、一回もうちょっと7番入れてみん、これ。そうだね、一回さ、太郎くんが言うんやから。確かにね、待って。10歳のキル、えぐすぎ？そう、太郎くんが言うんやから。そう、もう絶対いいよ。待って。嘘つかないよ。お前の犯人だ。うん、10歳は嘘つかねえよ。おい、さっきの司会っすか、これ。10歳が仕返ししてきた俺に。10歳は嘘つかねえ。お前が死ぬんだ。嘘だろこれ。ちょっと待ってくれ、頼むから。これでインポさんと来てくれ。本当かよ。ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って、ちょっと待って。えすごい。えちょっと、嘘つかない。ほんまに嘘つかんやん。インポさんっていつも喋ってるじゃ
ゃないですか。なんであの金子さんがやられる時だけエリマさん静かだったんですか。喋ることないんだよ。なんで表示されてた。ごめんごめんごめん。えだったらあのあ鬼だは何あれ。あれ多分あの VC は何太郎くんじゃないの。太郎くんの声やったよ多分あれ。やば。あそういうこと。え、ノリで言う？あ、多分言ったの言いましたね、その時。あれで外してたらちょっとやばかったわ。いや、外してたら普通に。いや、外してると思ったけど、うん、俺も外してるんだろうなと思ったし、太郎くんだなと思ってたもん、なんなら。あの、おふざけだったからね。お願いしまーす。お願いしまーす。お願いしまーす。あ、乗客。怪しいな、今の乗客。絶対嘘。これは、今のは10歳怪しいよ。あ、乗客。言わないからね、乗客でもね。かわいい。なんだろう。いいよね、子供って。あのかわいさ。俺にもああいう時期があったんだぜ。俺にもな。今こんなさ。めちゃくちゃ渋いさ、声になっちゃったじゃん。でも昔はもう太郎くんみたいだったんだろうな、俺も。あ、乗客。どうしたのよ。早い。どうしたのよ。おじさん、ちょっと早いですよ。ちょっと、あの、僕だけかもしれないですけど、役職が上の方に出てなくて、みんなバグってるかなっていう。いや、俺のは出てる、今。出てるんです。だからインポスター出ないんじゃない？インポスターって。あ、じゃあ、庄司さん、うん、あ、出した。あ、庄司さんだ。いいよ別に。いいんかい。いいんだ。良い人柱になるよ僕は。え、でもどうなんだろう。実際インポスター出ないとかあるかな。確かにちょっと気になる。一回。一回ちょっと行ってみるじゃあ。一回行ってみる。一回行こう。じゃあもう。一回まあもしかしたらね。言えないじゃん。そんなねあるわけ。あるわけそんな。ただのバグよ。パッセンジャーよ多分少女は。どんまいどんまい。パッセンジャー。どんまいどんまい。じゃあ皆さん頑張ってくださいね。ありがとうございました。インポスターじゃね。ありがとうございました。パッセンジャー、バグです。あの本当人柱じゃんあいつ。ガチ人柱じゃん。バイ悪口言われた。 おじさんとは言われてたね。あ、ちょっと死人は喋んないでください。ルール守れないのかよジジイ。これだから老害って言われるんだよ。じいさんが泣くとこ見てみてえわ。俺の方が年上やけどね。はい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 。さあテレポート、周りに人がいなければ大丈夫、死なない。キルした後に大半テレポート使うから多分大丈夫。どっかでは死んでそう。でもデータ持ってる一番ね、五条悟データ持ち、みんなデータ持ってる。でも死んでそうだよな、さすがに。で、タスク。このタスクはこの上でエモートするだけやね。あ、タロウちゃん。え、待って、これ分かるっす、分かる。分かった、分かった、分かった。キメコさん、これあれっすよね。なんだ？これもう7番じゃないですか？7番。7番誰？あ、チョッパー？チョッパー。うち、なんで？エレベーターホールいたんすよ。はい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 。で、チョッパーさんが、多分シアターとかロッカーの付近からエレベーターホールで絵画のタスクしに来たんですね。はい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 、はい。で、キメコさんもそこにいて、あの、ジムと同じ方向からで、キメコさんがシアターの方行ったんですよ。ほうほうほう。で、俺もついてこうと思ってついてったら、太郎くん死んでたっす。で、そっから来たのチョッパーさんだけなんで。なるほど。ってことはもう、チョッパー、もしくはキメコちゃん？キメコちゃんは絶対無理？多分無理です、あの速度は。ほう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 。チョッパーさん、言い分は？確かに聞かせて。そうやって18歳の女の子つるの。あ、こいつだ。こいつだ。あ、ジジイ。俺ちなみに今日女の子2人しかいないと思ってるよ。うん、先輩とキメちゃんしか俺女の子だと思ってないから。うん、待ってくださいレイさん。うん、なんかあまだある。褒めといた方がいいじゃん。チョパ。あ、褒めるとこない？なさそう。オッケー、オッケー。18歳だからって。ナイスです。ナイスですよ。太郎くん喋っちゃダメやね。太郎くん喋っちゃダメやね。誰かあの脇をお仕置きしてくんないか。ダメよ。俺らが多分喋ったからやな。オッケーやと思っちゃった。俺らのせい。悪い大人を見本しちゃう。真似しちゃうから。環境が人を作る。太郎くんを喋らしたのは俺とレイくんと庄司のせい。さあ、あと一人、チョッパーの相方、キメちゃんは、可愛いから釣りたくなくて、で、今のレイくんも違うでしょ、これ。リアンが喋ってないね。
リアン喋ってなくない？リアンさん喋ってないですよ。チョッパーの相方っぽい人誰や？テレポート。これレイ君白いな、だいぶ。レイ君は絶対やる。レイ君黒だったら俺を絶対殺してるから、レイ君じゃない。キメちゃん。はあ。はいはいはい。はい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 。あそこのロビーの近くでやられてました。ロビーの近く。どっち方向かちょっと覚えてないんだよね。ロビーの近くってどこだろう。どっちだ。キッチンの方かな。キッチンレストランの通路のとこだと思う。え待って待って待って、私最後リミさんとリアが一緒にいるの見たんだけど。じゃあ自作。違う俺いなかったよ。ちょ待って。いなかった。違う。俺反対方向通ってたよ。ちなみにこれは案内さんは多分今回無理だ。そうだね、ワープ後。これ絶対ワープ後だよ。これだってレストランの通路でしょ。だって俺とねレイ君絶対見える位置だから。うん、だからワープ後だったらリアになっちゃうなこれ。でも俺が見つけたんだよ。まあ出せるセルフあるから。だって俺セルフで。だって俺でもあと一人だからさ、俺一回つって、うん、白で違ってもってことだよね。違ってもまあ大丈夫、まだ大丈夫だよね、うん、その発言めちゃ白、うん、白いめちゃくちゃ白い。一回俺でよ、それだったら。でもリアンっていい人ぶってる悪人だからね、うん、やば、一番やばいタイプ、じゃあいいよ、分かったよリアン、一回スキップ入れてあげるよ。なんで一回つっていいよ。これ白すぎるけどな。私間違えたかな。じゃあえあれ、じゃあ俺先犯かこれ。何起きてんだこれ。テレポート前はレイさんと案内さんがなんかジムとかそこら辺で多分すれ違って、でテレポートした瞬間も寄ってこなかったから、お互いに距離取ったから多分違うと思ってる、ね、そうそう。しかもテレポート後も目の前に出てきたね、たまたま。はん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 。案内さんと、ね、そうだね。だからまあ俺はもう白く見てるレイ君は。さすがに。じゃあ俺もそうだ、ね、がキメコが黒ってことか。そうだね。でも俺リアンさんなんか誰も周りいないけどちゃんとバーでタスクしてたから。まあちょっとインペテン来られるんだよ。まあ一回見逃しとこ、一回インポさんにチャンスを与えよう。チャンスを。ごめんなさい、案内さん、俺ミスったっす、これ。何ミスったって何を？俺に入れた？おい、殺すぞこいつ。いや、チャンス4枚ミスった。でもまあまあ、ちょっとインポさんにチャンスあげて、リアンだろうな、きっと多分。あの感じリアンだと思うんだけど、映画でも見てるか。絶対リアンでしょ、これ。俺殺せる？でもこのシアタールームなんて絶好の場所じゃん。なのに来ないってことは、さあ目撃したい。テレポート。誰か死んでる可能性はある。リアンがいる。はい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 。はい、僕めっちゃシャオトさんに追いかけられました。いや違います、完全。うわー、そうやって言うんだリアンさん。まあでもリアンの方がチャンネル登録者数多いし、リアン信じる。あー終わった。まあまあでもそうだね、そうだね、前から終わってたんだから。じゃあリアンに、じゃあ俺従うわ。誰が黒い、誰、リアン教えて。多分これ俺だわ。いや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 、なんでやねん。なんで俺だわ。リアンなんだ。リアンなんだこれ。まあリアンがそういうならそうなんだろうね。一回だから俺釣ってみていいんじゃない。一回釣ってみる。じゃあリアンさんがリアンさんっていうのは、そんな、まあ、そうだね。まあ、まあ信じるじゃん。まあ信じるしかないよね、むしろ、うん、それは。キメコさんエイムバグってない。キメコさん俺に入ってるやんこれ。毎回なんか違うとこ入れてるよね。わざとそれ。 4の下が9なのかな。さあどうなんだ。違うよ、リアンじゃないのか。いやそうなんかい。嘘つけない、いいやつじゃねえか。もうやだ。いいやつじゃねえかよ。なにリアン最後に優しい心出しちゃってんだよ。俺マジで殺してあげたのに、本当に。あぶぜえ、マジごめんなさい。ちなみにリアンを、あのシアターで俺殺され待ちしてたよ、リアンに。嘘、うん、ほんとほんとほんと、見つかりにくいとこで殺されてあげようっつって言って。全然見てなかった、うん、あでも来ないから白いんだと思ってた。リアンこれは人を騙す遊びだよ。キュアインボスだろ。犯人が俺犯人だからって言い出すの、これ何立たないからこれ。